サンリューカルデバラメーダ。サンリューカルデバラメーダは、スペインアンダルシア州カディス県のムニシピオ、基礎自治体。グアバルキビール川川口にある。地元では単に、サンリューカルと呼ばれる。サンリューカルという地名は、アンダルシア州内に同盟者が存在するため、地名に由来する名を付加することで区別をしている。この場合のデバラメーダとは、サンリューカル港のある場所の通称である。 サンルーカルとは、シロッコとも呼ばれる、西地中海特有の東風、シャルカ、シャリカに由来する。古代よりサンルーカルには、人が定住しており、タルテッソスに従属していたと見られている。古代の地理学者、ストラボンとポンポニュースメラは、現在のサンルーカルは、ルキフェディファヌームとエボラの中にあったと記している。ムーア人に支配された時代には、シドニアのコラ、軍、 が設置された。この時代に、ムーア人たちは、サンリューカルをモスグド、または、マサーグドとこだ。807年、812年、844年、859年の4回、バイキングがグアダルキビール川川口へ進行した。1264年にグアダルキビール川下流が、カスティーリアをアルフォンソ10世によって、再征服された。1297年に、 アロンソペレスデグスマン、メディナイコールシドニア港の先祖がサンルーカル領主となった。グアダルキビール川川口は防衛用のリバートを築くのに適し、これは現在も残るメディナイコールシドニア港邸宅の中核となった。これ以降、主としてバラメーダ港を中心とした経済の繁栄が続く。大西洋イコール地中海間の海上交通の 要所として15世紀から17世紀まで、新大陸探検、植民、不況の出発港であった。新大陸発見後は、船舶の補修港となった。多くのコンキスタドーレスたちや、クリストーバルコロンは、第三次航海の際に、サンルーカルから出港した。1519年8月10日、フェルナンド・マガリアン・エスは5隻の小船を指揮して、セビリアを発、 グアダルキビール川を降り加工のサンルーカルへやってきた。彼らは5週間サンルーカルに滞在した。1522年、マガランエスの探検の生き残りである、フアンエルカノはサンルーカルへと帰還した。1477年から1478年に、かけ、第二代メディナイコールシドニア港がサンティアー5条を築き、1477年に、 カトリック両王がサンルーカルを訪問した際には城に滞在した。1492年のアメリカ大陸発見以降、カトリック両王はインド諸島、スペイン本土、カナリア諸島、北アフリカとの貿易中心地となったセビリアに1503年インド貿易院を設置した。新大陸へ出発する宣教師がサンルーカルへやってくるのは自然なことで、 メディナイコールシドニア港の日をお便り多くの修道会がサンルーカルに根を下ろした。数多くの教会、修道院、礼拝堂が市内に残っている。こうした宗教施設のすぐ隣には新大陸との間を行き来する人々や物資が集まっていて都市の外観を対照的なものにしていた。政府ンデラクルスがサンルーカルのカルメル会修道院にいた際に書かれたサンルーカル写本。 が、現在も保存されている。1614年10月5日、ハバナを8月7日に出港した、慶長県王施設が到着。同行したルイス・ソテロの故郷であるセビリアへ移動する。1641年のアンダルシア、独立陰謀事件に関わっていたとして、メディナイ・コール・シドニア港からサンリューカルの領有権が取り上げられ、都市は王権のものとなった。 カルロス2世一家のスペイン全体の停滞時代には、インド貿易院のカディス移転、1711年、そして1755年のリスボン王自身で、さらにサンルーカルに否定的な影響が及んだ。1796年の夏、画家フランシスコ・デゴヤは、パトロンである13代、アルバコカエータナ、メティナイコールシドニア公爵夫人でもあったの邸宅に滞在し、 数作の生物画を描いた。1848年、モンパンシエコーアントワーヌとルイサ・フェルナンダ夫妻が、初めて、サンルーカルを訪問した。彼らは、セビリアのサンテルモ宮殿を本宅とし、夏の別荘として、オルレアンスイコールボルボン宮殿をサンルーカルに建てた。公爵を中心とした、貴族、政治家、芸術家が集う、小さな宮廷がサンルーカルに出来上がり、 街はコスモポリタンな特徴を持つようになった。そして、サンルーカルは、セビリアのブルジョワ階級の旧暇地になっていった。この時代には、多くの王族がサンルーカルを訪問した。1853年には、元フランス王妃、マリー・アメリー。1856年には、ポルトガル王・フェルナンド2世。1862年には、女王・イソベル2世。1882年には、 アルフォンソ12世とマリア・クリスティーナ夫妻が訪問し、19世紀に入り、ワイン用どう栽培と観光でサンルーカルの経済活動は持ち直した。20世紀のスペイン内戦ではサンルーカルも不穏な空気に包まれたが、市街を破壊されるなどの被害は受けなかった。フランコ独裁時代、サンルーカルは、地主、個人事業主の小集団、職人、農民、 漁民が多数を占めるという19世紀末期から続く社会構造であった。靴製造、ガス及びアルコールの工場があった。引き続き、それほどエリート階級を含まない、あらゆる階級のセビリア人の観光地であった。グアダルキビール川流域にあるサンルーカルは、地域の一部がラスマリスマスという湿地帯である。 海岸地帯は砂丘によって形成された大きな砂スとなっている。ここではアルガイダ酸というイルメナイトを含む砂でできた大きな砂丘が目を引く。サンルーカルは海洋性の地中海性気候である。降雨量は少なく、気温は温暖である。日照時間は年平均3000時間から3200時間に達する。夏は乾燥し、大西洋の影響で、 海岸周辺は、頼り湿度が高くなる。最近までカメレオンが、野菜畑で普通に見られていた。スペイン沿岸地方の都市化が原因で、自然環境の変化に敏感な種の生き物が、減ってきている。アルガイダの松林は、重要なトンビのコロニーとなっている。サンルーカルは、ヘレスデラ・フロンテーラやエル・プエルト・デ・サンタ、マリアなどと共に、シェリー種の産地である。 ジャガイモ、ピーマン、トマト、玉ねぎ、ニンニク、オリーブなど、野菜、果樹の大生産地でもある。伝統的な塩田が残っている。他に漁業が行われる。1931年以降工業化が進められ、食品製造業や石鹸製造などが始まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。